現代社会を哲学する教えて牛くんラジオ、イエイイエイ。はい、パーソナリティの志田です。パーソナリティの三浦です。パーソナリティの近藤です。はい、ということでですね、今ね、新書100冊紹介するまで帰れませんっていうのをね、はい、やってたところだったんですが、はい、帰りました。なぜかというと無理だからです。ちょっとね、新書を紹介するっていう、しかも100冊紹介するっていうことが、割と企画会議の段階ではなんかまあまあいけるっしょみたいな感じだったんだけど、うん、まあ無理です。ちょっと舐めてました。まあ力量とかそういうことというよりは時間？時間。うん。やばい。やばい、うん。めっちゃ長い。そう。で、もう前回の一本撮っただけでも、もう後半疲れすぎて、うん、もう俺、まくし立てるようにキリスト教関連の新書を紹介して早く終わりたいみたいな、なっちゃったんで、まあ今回はその反省を生かして、まあそんなに慌てずに、うん、まあ普通に、まあざっくばらに新書を紹介していきたいなと思います。まあでも100冊はとりあえず始めちゃったんで、うん、紹介しようかなと。うん、思ってます。はい。はい。よろしくお願いします。ゆっくり。よろしくお願いします。はい。はい、で、まあ今日はね、ちょっと導入として、なんか、まあ2回目なんだけど、うん。聞いてみたいなっていうのが、まあ、この3人、まあ2人と、まあ僕の、その、なんていうかな、新書との出会い。うん、最初に読んだ新書覚えてるみたいな、うん。なんか、で、やっぱ最初に衝撃受けた新書みたいな、そういうのを、まあ、聞いてみたいなっていう、うん、とこから、うん、少しずつ入っていこうかなっていう感じですね。うん、はい、うん。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ、近藤さんどうですか？はい。あのね、最初に読んだ新書、うん、覚えてます。覚えてる。高校生ぐらいの時に、はい、その当時のちょっと前にすごい流行った本で、サオダケヤはなぜ潰れないのか。あー、あったね。山田真也さんって人が書いた、うん、あれは公文社新書かな、うん、の本があって、ブックオフかなんかにあったんで、はいはい、100円コーナーであって、うん、なんとなく買ったのが一冊目だったと思います。はいはい、やっぱりサオダケヤがなんで潰れないのかを知りたかった。うん。なんでだろうって思って。はいはい。サオダケヤって何？え？サオダケヤ知らん？え、なんのって言って、タケヤー、あー、サオダケー、あー、聞いたことあるけど、なんとかかんとかで、なんとかかんとかな、なんとかかんとかですよ、タケヤー、まあまあそういうのがね、サオダケー、あ、あれの話なんだ、住宅街とかなんとかなんとかが、いや、もういいよ。喋らしてあげるよ。いや、てか、その、突っ込まないから、誰も。まあまあまあ、そういうの、確かに、あれ、買ってる人見たことないな。うんうんうん。竿だけって言えば、まあ、洗濯物干す、はいはい、竿だけど、そんなわざわざ、あそこで買う人いるみたいな。はいはい、タイミングよく竿だけ欲しいな、みたいな、はい。あれ、確かに気になってて。うんうんうん、で、その本買って読んだら、うん、まあ、あれは要は、簡単に言うと金物屋さんの副業だと、うん、はいはい、そもそも自分の店を持ってる人がこうどっかのところに出張で仕事をした時に帰りについでに流して売れたらラッキー、うん、売れなくても別に損はないよ、なるほどね、そういう感じだったんだ、帰り道だったんだ、そうそうそうそんなに売る気もなかった、はい、ね、っていうのを知って、まあ、そういうなんかこう世の中のなんとなく見過ごしてたけど、実はこういう風になってるんだ、ちゃんと理屈があるんだみたいなのを知る喜びみたいなのが、まあ、始まりだった。へえ、なるほどね。なるほど。それいつぐらいの時？高校生の学年覚えてないけど、多分高2か高3ぐらい。ああ、へえ、うん。俺中学生の時にそれ読んだから、多分同じ時期ぐらいかな。違うか。そうすると近藤さんの方が年上になっちゃうから、そうじゃないね、そうかそうか、なるほどね、うん、同じ著者で「竿だけ屋はなぜ潰れないのか」じゃなくて、なんか「食い逃げされてもバイトは雇うな」っていう、何それ本があって、食い逃げされたとしてもバイトを雇わない方がいいっていう、うん、ああそうなんだ、そう、なんでだってバイトがさ、例えば時給980円だとするじゃん、うん、
それ1時間に1回食い逃げされてラーメン1杯980円だとして1時間に1回食い逃げされることってまずないから、ない、ね、だったらバイト雇わない方がいい。ああ、まあまあ単純計算ですね。そう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 、そういうなんかこう経済っていうよりかはまあなんかこう計算、うん、会計学とかそういうね、なんか本だったな。なるほどね、うん、確かに面白いね、流行ってた気がする。うん、覚えてます、ね、はいはい、ありがとうございます。三浦くんはどうですか、うん、最初に読んだ新書覚えてますか？そうだね、僕はね、まあ、何が最初だったかって全然覚えてないんだけれど、あの高校がなんか課題図書で、うん、あの月に1回新書を読ませる、っていう高校だったね。すごいね。うん、だからなんか新書ってそもそもその時まで知らなかったし、うんうんうん、なんじゃこれみたいな感じで読まされたんだけど、一番最初に記憶に残ってるのは石黒ひろしさんっていう人のロボットとは何かっていう、まあ、本があって、まあ、それはアンドロイドの研究をうん、あのしている人なんだけれど、まあ簡単に言うとどういうテーマかっていうと、アンドロイドは心を持つのかどうかみたいな、まあ今だと最新で言うと AI は心を持つのかみたいな、はいはい、なそういう話もあるかもしれないけど、当時はアンドロイド人型ロボットが心を持つのかどうかみたいなことをを考えることが流行っていて、うん、でそれのまあ権威みたいな人の本なんだけれど、うん、まあしかもなんか僕にとって面白かったのは、そのアンドロイドに演劇をさせるんだよね。へー、その平田織田さんっていう、うん、あの劇作家の人と組んで演劇をさせて、人間らしい振る舞いをどのように取り込ませたらロボットに心があるように映るのかっていう、はいはい、まあ、研究をしている本で、これはめちゃくちゃ面白いなって、まあ、なんかあのやっぱり普通のね学校の中の勉強だけじゃなくて、うん、大学でどういう研究があるのかとかそういうのを知れたものの一つとして、あのすごくなんか面白かったなっていう記憶が残ってるね。それはちょっと今でも読んでみたいような本だね、うん、まあそうだね、今でもあの結構面白い視点はたくさん与えてくれると思うし、うん、あの演劇の方で平田織田さんの本とかも結構面白いから、うん、まあ、あのこの後紹介していきたいなって思いますね、はいはいはい、お願いします、うん、ありがとうございます。牛くんはあの新書との出会いってどういう感じだったの？俺はね、うん、あの中学3年生だと思うんだけど、あの模試があって、うん、あの高校受験するための、まあ、試験みたいな、うん、高校受験の、まあ、あなたのランクはこれぐらいですよみたいな測るさ、うん、模試ってあるじゃん、うん、あれをなんかね、まあ、いわゆる塾で受けるとかじゃなくて、なんかちょっと遠くまで電車で行って受けるみたいな、うん、でそれで友達と行ったんだよね、うん、でその帰りになんか知らないけど、その当時塾の先生が結構本を読めみたいなの言ってたから、うん、その塾の友達と一緒に古本屋に入ったんだね、帰りの、うん、そこで何でもいいから適当に買おうと思って、うん、手に取ったのが新書だった、うん、へえ、 それはね、タイトルがね 99.9% は仮説っていう本で、本知らない？知らない？知らない？いやー、なんかタイトルは聞いたことあるようなないような、あ、そうそう、なんか科学系の本で、うん、まあ、俺当時理系に、俺ずっと物理学者になりたかったから。あ、そうなの？そう、全然イメージと違うんだけれど宇宙がどうできてるかとかさ、うん、理論物理学やりたかったから。そんなの興味なさそうじゃない？めちゃくちゃあるめちゃくちゃある。だから、そういうのを知りたいと思って、その、まあ、99.9% は仮説に書いてあったかわかんないけど、うん、まあでもそこで書いてあったのは、その科学の営みっていうのは、99.9% 仮説なんだ、うんうん。どういうことかっていうと、なんか飛行機が実は飛ぶんだけど、それはいっぱいやってみたから飛ぶだけであって、実際なんで飛ぶかっていうのを完全には物理学は解明してないって書いてあった。よくわかんないまま飛んでる。そう。っていう風に書いてあって、俺はもうそれのせいで、未だに飛行機が怖い。なんで飛ぶかわかってない、理屈がわかってない鉄の塊に、
乗っててこの人たち怖くないんだろうって思うぐらい、ね、あの飛行機が怖いんだけど、あのでもそのそれを読んで、あなるほどねっていう、その、うんうん、まあ、それ以外ほとんど忘れたんだけど、うんうん、なんかそこで分かったのは、なんかあなるほど、俺が今やってるその模擬試験とか模試でやってるなんか勉強、うん、受験の勉強ってなんかあれ意味ないのかなみたいな気持ちになっちゃった。ああなるほど、うん、あの本読めばいいじゃんみたいな、うん、本読んだ方が面白いしより高度な知識が手に入るじゃん、うんうん、ってなって、でそっからねちょっともう一冊だけいい、もう一冊福岡伸一さんっていう生物学者の人の、うんうんうん、あの生物と無生物の間っていう、はいはいはい、本が当時もうめっちゃ流行ってて、それね、あの僕の高校でも課題図書になった。あ、なった、うん、やっぱりね、まあ当時流行ってたよね。流行ってた、うん、うんうん、そうで、それを読んで超面白い、うん、面白いよね、うん、あ、知ってる、読んだ、あのね、タイトルしか聞いたことない。あ、本当、生物と無生物の間について話してるて、うん、あ、そう、だから生物とは何かあのことを考えてる本で、でその本が、まあ、面白いのが、まあ、その生物と無生物の間はどこにあるのかみたいなことを考えていくときに、そのウイルスの説明をしてて、ほうほうほう、そう、やっぱりなんかその菌っていうじゃん、風邪菌みたいな、でその菌よりもウイルスはさらに小さい、うん、でこのウイルスは自己増殖機能を持っていないと、おう、だからその自分で増やせられないんだよね、だけどウイルスの DNA だけを持っていて、設計図だけ持ってて、うん、でこれを人の細胞に自分のウイルスの DNA を注入することで、うん、人の増殖機能を使ってウイルスが増える、うん、人間が細胞を増やすっていう機能をパクって、うん、そう、うん、そこをハッキングして、で自分のウイルスの細胞を増やさせる、自分の設計図だけ渡して、工場は持ってないけど、うん、これ作ってって言って、増やさせる。そう。資本家みたいな。そういうもので、しかもなおかつ、なんかそれで面白かったのが、ウイルスってすごく幾何学的な形をしてて、うんうんうん、雪の結晶みたいな。だから、ウイルスをなんか、まあ、うまい具合に生成して、ギュッて固めると、なんか、本当に結晶みたいな。なる。だどっちかっていうと、なんか生物っていうよりかはなんか石とか結晶とかなんかつららみたいな、なんかそういうなんかこう無機物、つららは無機物なのかちょっと分かんないけど、うん、なんか無機物に近い、うん、そういう話をしてて、うん、みたいな、面白いって、まああれだよね、その本の主眼としては、うん、だから当時、うん、あの当時っていうか2000年代くらいまでには、うん、あのゲノムプロジェクトっていうのがあって、はいはい、あの人間とは何かっていうのを、はいはい、全部その DNA 調べたら謎が解明できると、はいはい、めちゃくちゃ思い込んでうわーって調べていたっていうプロジェクトがある程度終わりが見えて、はいはいはい、人間って全部 DNA で説明できるじゃんと思ってたら、あれなんかそれだけじゃ説明できないものあるよねってなって、うんうん、じゃあどこまでがこう生命でどこまでが非生命なのかっていうものの間にいる存在として、その DNA だけをこう増殖させてしまうウイルスに注目して、生命らしさって何なんだろうっていうのを考えたところが、やっぱ福岡さんの面白いポイントだなっていう、ね、あ、そうかそうか、確かにそういう本だった。最初にあのワトソンとクリックの話が出てきて、うん、ワトソンとクリックだよね、うんうん、そうそうそう、 DNA の解明の話から始まる。そう。なるほどね、そういう立て付けだったのは全然覚えてないわ。だから今新書版でさ、うん、新しく、もともと文庫版だった、もともと単行本だったけど新書で新しく出た動的平衡、あ、はいはいはい、っていう本が1と2が新しく出てる、はいはい、これも福岡伸一さんの、ね、そう、はいはい、だからその生命らしさっていうものが、うんうん、なんか物としてなんか情報がバンってあるんじゃなくて、うん、そのこう揺らぎながら、うん、こうその何なんだろうな、まあ、新陳代謝を繰り返して揺らぎながら自分の形を保っている存在として生命の姿を描いていくっていう観点がなんかすごく哲学的にも面白いし、いや、そうだよね、うん、
なんかいい本だよね、うん、めちゃくちゃ面白い。ワクワクする。いや本当にそう。いやそれはねちょっとぜひ皆さんの動的平衡っていう福岡伸一さんの本最高に面白くて、うん、あの俺も最近読んだんだけど、うんうん、あの読み直して超面白かったな、うん、なんかやっぱりあの科学者がいいエッセイを書くって結構アメリカとかイギリスはすげえなんかそういう伝統があるっていうか、うんうんうん、あこの人科学者なんだけどめちゃくちゃ文学作品も読んでるし、うんうんうん、超いい文章書くじゃんみたいな、うんそういう人が結構多いイメージなんだけど、うん、日本ってあんまりそういう科学者がいいエッセイ書くみたいなことが多くなくて、うんうん、その中でも福岡伸一さんはちょっとズバ抜けて面白い理系的なエッセイが書ける人っていうか、うんうん、文章うまいよね。そう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 。なんかちょっと僕今忘れちゃったけど、うん、まあ芸術作品、うんの例を出してきて、そこからまあ科学と結びつけて語ったりとか、うん、もう本当アクロバティックにいろんなことを語ってくれる人で、うん、僕はファンですね、やっぱり。ね、うん。そういう科学系の新書って結構シリーズになってたり、うんはいはい、そういうレーベルがあったり、うん、面白い。はいはいはい、まさにね、あの、うん、新ウイルス入門っていう本があって、まあどういう内容かっていうと、うん、今牛くんが話してくれた内容なんだけどなるほど、俺がもうその新ウイルス入門の話をしてしまったほぼしてしまった。でもねプラスでちょっと面白いことがあって、うん、まあウイルスは DNA を自分の DNA でその取り付いた細胞に自分の複製を作らせる話だけど、うんうん、そのどうやってやるかっていうと、うん、簡単に言うとウイルスって DNA の周りをタンパク質が覆ってて、はいはい、そのタンパク質ごと他の細胞に入って、うん、周りのタンパク質は一旦なくなってむき出しの状態になった DNA がこう細胞の中で動いて複製させるっていう仕組みらしいんだけど、はいはい、たまにその DNA だけになった後、うん、すぐに複製させずにとどまっちゃうやつがいるみたいで、場合によってはとどまりすぎて自分がウイルスなのを忘れてその細胞の DNA の一部になっちゃうやつがいるらしくて、その代表例が人間え、どういうこと、どういうこと。あのね、うん、人間っていうより正確には哺乳類なんだけど、哺乳類はもともとウイルスってこと。哺乳類の DNA の一部はもともとウイルスだった説っていうのが今あるらしくて怖いな、なんかあの、うん、哺乳類ってお腹の中で子供を育てるから胎盤っていうのが体の中にできる、はいのが特徴じゃない、うんうん、この胎盤を作る DNA はもともとウイルスが自分の周りを覆うタンパク質を作る DNA がくっついてできちゃったものっぽくて、すごっそうやってこう進化ってさ、うん、そのある生物同士がこう子供を作ってみたいな方向だけが考えられがちだけど、うん、意外とウイルスが DNA のやり取りとかしたのが作用してんじゃないか、やば、うんうんうん、超面白いな、あるらしくて、へー面白って、面白いね、ウイルス怖っ、怖いねてかだからそれはさ、でもさ例えばなんか乳酸菌とかもさ、うん、ミトコンドリアとかもそうだけどさ、うん、もう人間はさその体自体がもう共生してるっていうか、そうそう、他の生物っていうかウイルスとかと、うん、って考えるともうなんか別にサイボーグとかって機械とかさ、うんうん、設置しなくてももうすでにサイボーグ的にできてるっていうか超宇宙みたいな、そうそうそう、しかも福岡伸一さんの説だとね常に循環してるから、うん、そうそうそう、なんか流動体でかつサイボーグみたいな、なんかこの人間の体すごいなみたいな、ね、そういうあれだね、うん、だからね、進化には欠かせないものとしてウイルスを捉えるという視点があるから、はいはい、まあ、必ずしもこう、まあ、コロナは大変だったけど、うん、潔癖っていう考え方だけでは人間って何なのかっていうのを捉えられないところが、うん、やっぱそういう生物学のすごい、はいはい、あの重要な視点の一つだよね、うんうん、確かに。そのさ、新ウイルス学入門っていうのはコロナの後に出てきた本、コロナより随分前に、あ、前の本なんだ、出てきた本で、うんうんうん、でもねやっぱり風邪を引き起こすウイルスの代表としてコロナウイルスっていうのはちゃんと出てきてて、あ、元コロナウイルスだよね、元の、あの旧型コロナウイルス、そうそう、旧型コロナウイルス、これが後に世界を大パニックにって思いながら読んで、あ、なるほどね、こういうね科学系の新書だけ集めたレーベルっていうのがあって、うん、
はい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 、講談社ブルーバックスシリーズ言うんだけど、有名だよねブルーバックス、うん、そう、こういう第一線の科学者の人たちが自分の研究内容をこう 一般の人に分かりやすく伝えるっていうコンセプトで、はいはいはい、理系のものをなんか入門的に知りたいときはとりあえずブルーバックスを買うみたいな、そう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 、そういうイメージ。意外とね、あの中学とか高校の理科の内容から教えてくれたりするから、すごいもう読み物として、あ、面白いみたい なんか、ね、高校生の頃図書館にあったニュートン読んでワクワクしてた時代をめっちゃ思い出す。はいはいはい、雑誌ニュートンね、そうそうそう、はいはい、でこのねブルーバックスでもう一冊紹介したい本があって、はい、あのね、相対論の ABC っていう本が、相対性理論、はいはい、アインシュタインの、これ分かりたくないですか？分かりたい、うん、どういうことって結局、はいはい、それをね本当に中学高校理科ぐらいから解説して、うん、ちょっとずつ段階踏んで相対性理論ってこういうことだよって教えてくれるもん。へえ、あのね、まあ、正確じゃないと思うんだけど、うん、ざっくり言うと、あの慣性の法則ってあるじゃない、はいはい、うん、動いてるものはずっと動いてる、うんうん、で動いてるものの中で動いたものは遠くから見るとより速く動いてる、はいはい、速度が足されるっていう法則が一つある。でもう一つ、光の速度は不変ですっていう法則が発見されて、うんうんうん、でもこれ矛盾しないって話になる、うん、動いてる電車の中で光を発したら、光はその動いてる電車のスピードプラス光のスピードの速さで動くはずなんだけど、うん、そうならない。はいはいはい、まあ、光の速さって普遍っていうのは変わらないってことだね、うんうん、それどういうこと、はいはいはい、なった時に、じゃあ光の速さは普遍なんだけど、代わりにその条件だった時間の方がそのずれてるんじゃないかっていう理論を立てて研究したのが相対性理論、うんうん、なるほどね、はいはいはい、そういう慣性の法則とか割と高校中学で習うようなことからちゃんと考えていけば理解できるんだって、はいはいはい、はい、面白さ、なるほどね、うんうん、まあ、それは相対性理論知る上では良さそうな方がね、うん、俺も相対性理論気になってなんか結構勉強してた時期があって、うん、高校生の時になんかその時に思ったのはなんか、いや、じゃあワンピースのキザルに勝てるやついないじゃんってつまりさ、だってさ、光の速さで動けるってことはさ、うん、あのさ、なんかさ、光がさ、こっちの目に、俺らのさ、目に入ってくる速度で動けるってことでしょ、うん、それ結論止まってるってこと光の速さで動けるってことは止まってるってことだよね、うん、人間から見たら、そうそうそう、え、だからこそ光がそれより速くなると時間が歪まざるを得ないっていう、うん、そういう多分理屈だと思うんだけど、キザル最強やキザル論が高校生だな、そうそう、だからキザルからすると世界全部止まって見えるわけだから、まあそうだね、うん、っていうね、うん泳げなくなっても何も困んない、あ、そうそうそうそんなん勝てないよって思ってたそう言われましてもあのね、ワンピース知らない方にはあの分かんないかもしれないんですけど、あのワンピースにはなんかなんとかの実っていうなんか木の実みたいなのがあって、それを食べるとなんか特殊能力を得られるんだけど、そのキザルっていう人は、ピカピカの実っていう実を食べて体が光になるんですよちょっとその知らない人は何言ってんだこいつと思うかもしれないですけど、そういう話なんですよそうっていうね、まあね、うん、補足でした、補足でした、はい、なるほどね、うん、ブルーバックスぜひ、いいですね、いいよね、はい、あ、いい感じですね、なんかあのね、新書との出会いからどんどん話が展開したんですけど、うん、はい、じゃあ、まあここからはまた前回と同じようにして、あの、まあ、一人ずつ紹介して、で、それに関連するやつがあったら、その都度、あの、他の人も割り込んでいいというやり方でいきましょう。はい。はい。三浦君どうですか？じゃあ、まあ、そうだね。ね、高校生の時に読んだシリーズ、僕、まだ継続でいくと、はい、山口中美さんの、犬は美を唱えていたっていう本があって、はいはい。ちょっと、もう一回ちゃんと言うと、犬は
B よって泣いていたっていう、なるほどね、本があって、いやもうタイトルその通りで、はい、犬ってワンって鳴くじゃないですか、はい、で、ビヨって鳴いてたらしいんですよ。鳴いてたビヨって何みたいな。まあこれどういう本かっていうと、はいはい、日本語ってすごく要はオノマトペ、うん、擬音語とか擬態語が豊かな言語じゃないですか。はいはい、なんかなんていうのかな、ペチペチとかね、ペチペチ叩くとか、ひたひたとかね、ひたひた、ひたひたって何、なんか布が濡れてる、ひたひた、うん、とかしとしと雨が降るとか、うんうん、まあそういう表現にあふれている言語で、でこの山口中美さんっていうのは日本の古典文学を研究してらっしゃる方で、うん、昔中世の頃は犬はビヨって鳴いていたらしいんですよ。なるほどね、うん、ビョッ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 そう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 ぐらいの感じかな、そのくらいの感じなのかな。まあ結構驚きだよね、はいはい、まあそんな感じでこう何なんだろう、日本語の、うん、不思議っていうか、昔はこういうふうにこう日本語を書いていたっていうことを、うん、まあいろいろ研究されてる方で、はい、まあ単純な驚きとしては面白い。へで、あとはそれにかぶせて言うと、うん、日本語の歴史っていう、うんうん、まあ本があって、まあこれでなんていうのかな、日本語っていうものがまあどういうふうに発展してきたかっていうのを、うん、まあ古典文学の例を出しながら紹介していく本で、うんうん、で助詞ってあるじゃん、助詞ね、うん、まあテニオ派、テニオ派、うん、私はとか私がとか、うん、まあこういうものは実は昔の日本語にはあんまり発達していなくて、あその代わりにまあ省略とかもめちゃくちゃあるけれど、その代わり要はかかり結びってあったの覚えてる？あったね、うん、ゾーナムこそヤーカーでしょ、そう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 、ああいうのがなんか発達していたっていうのはやっぱ中世の頃はフィーリングで言葉を伝え合うっていうのがすごく発展していた時代で、でそのゾーナメアカこそとかがあることで、まあ、ある種のリズム的な強調になっている、うんうんうん、結構自由な使い方をするような言葉遣いだったものが、はいはい、室町以降に武士の時代になってくると、うん、私がとかっていう風にちゃんとはっきりさせないと言葉が論理的じゃないっていう意識が変わってきたらしくて、はいはい、室町ね、そうそう、なるほどね、はいはい、だその時代から、はい、要はかかり結びっていうものがなくなって、で主語を立てた、より助詞をはっきり言うようになった文章が書かれていくようになっていくよみたいな、まあ、そういう話とかいろんな日本語の、うん、何なんだろう、今までなんであんな古典文法こうなってたんだろうっていうことが一つ一つ分かっていくような本で、まあ、かなり勉強になるし、まあそうだな、逆にちょっと昔の言葉をこういうふうに今使いどころじゃないかなっていうアイデアが生まれたりとかもするから、はいはい、結構面白い本だったな。なるほどね、それは面白そう、うん、それじゃあ次俺紹介していい、うん、俺ねそれ関連して、うん、その室町時代になんかね、うん、あるぞっていう、お室町時代になんかあるぞって俺最近思ってておう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 、それはねなんかね最近読んだ新書で最近読み直した新書で、うん、天戸しまろさんの日本人はなぜ無宗教なのかっていう本があるんですよ。なるほど。でこの本自体はすごいもう日本人にとっての宗教性っていうか宗教とは何かってことを考える上でもう不可欠っていうかもう必読書の一つだと思うんだけど、それにね室町時代にやっぱ武系の社会になってそこでね宗教が変わったっていう話がある。つまり聖徳太子ぐらいの頃からずっとまあ仏教が伝来してきて仏教ベースだったのが室町時代に儒教が入ってくるんだよ。でこの儒教が入ってきたことで、儒教って宗教とは言ってもあんまりなんか神を信じるとかそういうことじゃないじゃん、うん、どっちかっていうと、うん、そうそうそう、生活規範みたいな、うん、誰々を敬いましょうみたいな、そういう神義礼みたいな、そういうところだから、う
なんかその、それが武家社会にすごいマッチして、うんうん、でそれによって、もう宗教はもういらんみたいな、うん、無宗教、そこから始まるんだって、のがあると。なるほど。そう。で、なんだけど、まあだから仏教はじゃあどう残るかっていうと、うん、葬式仏教って形で、うん、まあ、葬式の時だけ仏教に登場してもらえれば OK。あ、今の社会そのまんまじゃん。そうだな。室町時代からなんだ、ね。そう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 。そう、だから室町なんかあるなと思って。なるほど。そう。へえと思って。そう、だから日本人はやっぱりなんか、あなたなんか信じてますかって言って、いやいや、自分は無宗教で何も信じてないですよってみんな言うんだけど、うん、いや、お前お墓参りするよなっていう。うん、で、まあ、時々ね、お墓参りもしませんっていうレアな人はいるけど、うんうん、まあ、大体するじゃん。初詣しますとか、うん、クリスマスやりますとか、やる、いや、お前宗教だらけやないかいっていう、うん、ちゃんぽんやないかいみたいな。確かに確かに。で、もう地元のお祭りだってなんなら宗教だし。そうだね、うん、神社でやるもんね。そう。なのになんで日本人が無宗教だって言い張ってるのかっていう起源がその辺りにある。なるほど。で、それ以外にもめちゃくちゃ勉強になることが盛りだくさんで、うん、めちゃくちゃいい本だった。おー。まあ、それは読んでみたいね。うん、な、何文、何新書ですか？ちくま。あ、ちくま新書。ちくま新書。そうそうそう。めちゃくちゃ面白い。で、もう一個ね、その中で面白かった話があって。うん。井原西鶴が面白くて。うん。でも井原西鶴結構好きで読んだりするんだけど、江戸時代ぐらい。うん。で、その時代の、なんかその、天須利麿さんの井原西鶴の分析が面白くて、うん、その江戸時代あたりから、うん、その数字っていうものに着目するんだって、うんうん、でなんかその公職一代男っていう小説があるんだけど、うんうん、なんかもうね、何千何百人、三千人の女性とやり、何百人の男とやりみたいな、うん、とにかくいっぱいセックスをしましたみたいな小説なんだけど、うんうんうん、だそこに数字が出てくる、うん、つまり、その質的な問題、うん、ある種宗教的な、神秘的ななんか聖なるものとかっていうことを、こう根拠にするんじゃなくて、数字のデカさを根拠にして、うんうん、こいつやべえんだぞみたいなことを、井原西鶴が書いてて。確かにね。そう、そこにもう数字の論理がかなり浸透してきてるっていうのがわかると、うん。なるほど。ゆえに宗教的な論理っていうのはどんどん弱くなってるんだっていうふうに読み取るのね。それが面白くて。へえと思って。いや、確かにそうじゃん。数字が支配するところにやっぱ宗教的なものはさ、どんどんなくなっていくわけだから。ああ、なるほどね。そういう合理化っていう。はいはい。まあ、いわゆるヨーロッパでは近代化とかさ、うん、近代の合理化みたいなものが、もうすでに江戸時代、室町から始まり、うん、江戸時代には結構進展してたっていう、結構面白かった。なるほどね。すごいんだぞ、の根拠が。うん、なんか質というか聖なるものっていうんじゃなくて、何万みたいな、うんうん、数字に変わってったっていうのが一つの意識の違いじゃないみたいな、そういうことなんです、話なんだ。そうそうそう、多分昔だったらもうエロそうな顔みたいなこいつすごいエロそうで実際めっちゃエロいみたいな風に書いてたと思うんだけど、うん、それが数字になった。なるほどね。そういう意味でもすごい勉強になるっていうか、まあ新書の良さってさ、その新書のテーマだけじゃなくて、うん、そうじゃないところも豆知識的にすげえ勉強になる。あ、そうだね、うん、あるから良かったっす。はい、じゃあ次近藤さんどうですか。あのね、じゃあ数字関連で、うん、ゼロの発見っていう、ああはいはい、有名だよね、最近買ったよ。あ、本当？まだ読んでないけどあのゼロってさ、はい、ないと不便なんだよね。はいはいはい、例えばさ、うん、あの世紀、何世紀とかでさ、2000年までが20世紀で、うん、はいはい、2001年から21世紀。な、そうだね。なんか分かりづらくない？いや、分かりづらい。これね、なんでかっていうと、うん、世紀、西暦を作った人たちは、うん、最初ゼロを知らなかったからなんですよ。なるほどね。うん、知ってたら、うん、西暦0年から始まってたはず。そうだね、確かにね。でも西暦って1年から始まって、1年から99年までが、違う、1年から100年までが1世紀なんだよ。はいはいはい。うん、それがね、全部のややこしいの元になってて。なるほどね。だからローマ人がどもがローマ人どもがゼロを知らんかったがゆえに、うん、俺らこんなに世紀の考え方がめんどくさくなってると。そうどう考えても今2000何年代なんだから20世紀やないかいっていうなんでこれ21世紀やねんっていう、 そうね、いつも17世紀っていうと1700年代
って思っちゃうもんね。思っちゃう。でも1600年代なんだよね。なるほどね。そこでマイナス1しなきゃいけなかった部分は、ゼロがなかったから。そう。ない。何もないっていう状態があるっていう発想がなかなか起きなかった。なるほどね。みたいで。まあ、その本でも書いてある通り、昔のインドの数学から始まったことなんだけど、じゃあそれが世界中に広まったのは何でかというと、まあ、アラビア半島にいた商人の人たちが、商売をやるのに、やっぱりお金の計算がすごい大事だと。なるほどね。で、ソロバンとかを使ってたんだよ。はいはい。で、ソロバンってさ、何もない状態ゼロで、一個ずつ弾弾いて数字が増えてる、うん。このやり方をするのに、そのゼロっていう発想がめちゃくちゃそのマッチしたの。それでアラビアの商人たちがゼロを取り入れて、で、今、三要数字、アラビア数字って言われるのも、はいはい、アラビアで使われてた数字が世界中に広まったから。なるほどね。しかもそれは算用、算数、計算とかをやるための数字と、はいはい、いう話をね、書いてて、なんか、あ、ゼロって当たり前のように思ってたけど、大発明なんや、っていうのがね、はいはい、面白かった。しかもインドから。インドから。で、中世にヨーロッパに広まっていく。はいはい、このね、中世って時代一個あるぞっていう、さっきの室町じゃないですか、いう話が、もう一つ面白いのが、うん、樺山光一さんって人の地中海っていう名前の新書があって、はいはい、もう樺山光一さんってすごい中世ヨーロッパについてめちゃくちゃ研究した、うん、そうだね、まあ、日本の歴史学者の中でももうトップ5ぐらいに入りそうな、そうそうそう、人なんです、重鎮の人でね、もうその人が、うん、中世ってこんなに面白いんだぞっていうのを6つの章に分けて書いたもう絶品歴史エッセイで、これヨーロッパの歴史、ヨーロッパの歴史、はいはい、ヨーロッパっていうより地中海沿岸の地中海世界の歴史、はいはい、だから今ヨーロッパって言われてる地域もあるし、うん、今アラビアって言われてる地域もあるしっていう二人のこと書いてる本で、もうね、章のタイトルがねすごいの、一章歴史、二章真実、なんか三章画家みたいな。なるほど。でかすぎん？でかすぎん。はいはいはい。本で、ちょっと難しい内容で、うん、高校の世界史ぐらいの知識が要求されるんだけど、うん、こうそれを頑張って勉強した後に見ると、なんか、ね、背景にある中世ヨーロッパの豊かさみたいな、ドシーンって迫ってる。もう一回タイトルなんだっけ？地中海。それ何新書？岩波新書から。岩波新書なんだ。すごいね。それだけ見ると、地中海のバカンスの本なのかな、何なのかなとかってなっちゃうよね。そうだね。まあむしろ地中海の歴史性とかね。そうそうそう。だから、中世に絞って。中世なんだ、うん。なるほどね。地中海っていう新書がある。そう。じゃあ、ありがとうございました。はい、次、三浦くんじゃないですか。次は、さっき、名前を挙がったんだけど、うん、平田織座さんの、はいはい、分かり合えないことから、うん、コミュニケーション能力とは何かっていう本があって、うん、まあ、これは、まあ、大学1年生の時に読んだのかな。で、演劇の、まあ、演出家であり、劇作家の、平田織座さんが、うん、日本語っていう観点から見て、コミュニケーション能力って何なんだろうっていうことを書いた本で、まあ、これね、ざっくり言うとね、難しいんだけれど、うん、ほら、ヨーロッパ人に比べて、日本人って内向的で、自分の意見をよく言わない。っていう、まあ、そういうなんか言い方をする風潮ってあるじゃん。うん、そうですね。で、それに対して平田さんは、いや、そんなことないんですよって言うんですよ。はいはい。むしろ、日本語にそもそも言葉として自分の意見を言うっていう言葉がないだけであって、うんうんうん、別に日本人がなんか自分の意見を持って考えていないというわけではないと。うんうん、で、平田さんは、その小学校とかで、ワークショップ、演劇のワークショップとかをよくやったりする人だから、はいはい、小学生に、どういうふうに、
あのワークショップやるかっていう、まあ、そのコンセプトの部分で言うと、うんうん、あの誰か意見がある人は手を挙げてくださいって言うと多分誰も手を挙げない。はいはいはい。けれど、まあ、そこに、まあ、いくつか具体的な質問と、まあ、シチュエーション、あの、まあ、グループワークみたいな感じで、この人はどういう気持ちなんだろう、みたいなワークとかをかませて、あの、考えていくと、普通にみんな喋れるようになっていく。だから、やっぱり場の設定の方が大事であって、人がなんで喋り始めるのかっていうことをコントロールすること。まあ、それが、まあ、演劇の演出であるし、まあ、本当はコミュニケーション能力として重要な問題なんじゃないのか。なるほどね。みたいなことを提言して、はいはいはい、まあ、演劇を通じた、まあ、教育であったり、うん、まあ、そういった問題について考えている本で、うん、まあ、結構僕にとっては、あの、刺激を受けた本で、大事な本の一つ、っていう感じなんだよね。うん、ね、はいはい。まあ、つまりあれだね、コミュニケーション能力っていうのは、実は、その人個人の、なんか性質の問題とかではなくて、性質とか、うん、その個人の問題ではなくて、むしろ環境の問題なんだ。そう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 。それがうまく整えられれば、実は日本人は別に喋るんだと。喋れる。はいはいはい。そういう話なんだ。そういう話をしたような感じ。まあ、当時結構流行ってた本だから、うん、あの、なんだっけ、分かり合えないことから。ことから。あ、流行ってたから、買ってはいたけど、読んでなかった。なるほどね。そういう内容なんだ。うん。ちょっと平田織座さんの本でもう一冊かぶせていいですか？うん、あのね、下り坂をそろそろと下るっていう本を出してて、新書、新書、すごい新書じゃないタイトルっぽい、ね、うん、単行本のエッセイみたいな、はいはい、これはね、まあ、今日本はあまり景気が良くなくて、うんうん、これからこう衰退していくみたいなフェーズに入ってますと、うん、でここで鍵になるのはなんか経済がどうとかだけじゃなくて、うん、文化なんだって話をしていて、さっき言ったそのコミュニケーションのことを学ぶワークショップとかも、うん、やっぱり平田さんの演劇に関するワークショップの中で行われて、うん、そういう演劇とか音楽とかいう部とか小説とか文化っていうのはそういうコミュニケーション能力を、うん、育てる、そしてコミュニケーションをする場を設定する、そしてそのことについて、反省的に考えるということをする大事な場所なんだ、うん、で、ひいてはその文化こそがコミュニティ、人間が生きるのに欠かせないコミュニティを作って維持するための力を持ってる。なるほどね。だから地方創生とか言うけど、それをするにはやっぱり文化が必要なんだっていうのを具体的な例をいっぱい出しながら書いてる本、うん、なるほどね。そういうふうにこう三浦君が紹介してくれた分かり合えないことから、から下り坂をそろそろと下る、そろそろと下るまでなんかこう発展していくんだね。そうそう、うん、それをさっきの分かり合えないことからをより外側から客観的に見たような、うんうん、へえ、なるほどね。やっぱ文化とかね、音楽とかの必要性ってこうなんか分かんない人にはずっと分かんないから、そうそうそう、でその聞かれた時に、うん、文化って何の役に、ね、立つんですかって聞かれてそんな聞かれたする人はあんまりいないと思うまあまあ、でもなんかこう自分もすっきり答えられないなっていうもどかしさがあった時に、はいはい、もちろん文化ってそれに尽きるものではないと思うんだけど、うん、一個明快な回答として、うん、いや、人間が人間同士で話して一緒に生きていくための必要なある種のインフラなんだよ。なるほどね。言い方ができる、うん。はいはい。それを知れたのは大きいな。確かに。うんうんうん、ああ、なるほどね。接着剤みたいな感じだ。そうそう。うん、ああ、そっか。全然関係ないけど、うん、全然関係ないんだけど、俺最近やっぱ政治って何かってことを考えたときに、うん、政治っていうのは、あの、人と人とがどう共に生きていくかっていうことが政治なんだっていうのが、うん、まあ、俺なりの政治の定義なんだけど、うん、で、しかも、俺なりの政治の定義をそういうふうにすると、もう文化的な事柄とか、なんかもう人間が生きてやる営み全てがそこに入り込んでくるから、うん、人と共に生きるっていう。だから文化っていうのもそこに、そういうふうに関わってくるっていうふうに思って、うん、なるほどね、別に政治イコール文化みたいな、
そういう発想ってそうやってつながっていくんだなっていう今端的に気づきを得た。新書と関係ないけど。あ、でもね、政治的なこととも繋がってる話も出てて、うん、福島のある、まあ、自治体で、うん、あの原発事故があった後に、はい、一旦みんなで避難した後、もともとその自治体があった場所から自治体ごと場所を移そうっていう話が出たことがあって、うん、そういう話が出た自治体いくつかあったらしいんだけど、うん、ある村だけその話し合いが他よりスムーズにいってパッて意見がまとまった、はいはい、じゃあその村は震災より前何をしてたか、村のね、獅子舞のお祭りを頑張って保存しようって言って、うん、留学で来た、あと福島の大学に来た人に獅子舞を体験してもらったり、はい、よそからの人にも獅子舞体験ってウェルカムやって、うん、そうやってでも獅子舞の祭り踊りを保存しようと、でちゃんと地元の文化として根付かせようと頑張ってきたらしくて、うん、そこでの経験で人が集まる、話し合う、でコミュニケーションを取るっていう一連のプロセスに慣れてた結果、なるほど、そういう政治的決断もスムーズにできた、うん、なるほどね、話があって、あ、それすっごい大事、そう、なるほど、はいはいはい、まあある程度顔見知りだったりもするし、うん、この人がどういう人かも知ってるしみたいな、だそういう元々の地域的な直接の生のつながりが、うん、そういう危機の時にうまく連携を働かせるんですね。でそれを可能にするのは文化なんですよ。なるほど、うん、いい本だ、面白いね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、今こう平田織座さんのやつを、うん、紹介してもらって、割と平田織座さんの書、なんかその新書ってなんかこう学術的な解説みたいなことよりかは割とエッセイに近いっていうか、うん、まあ劇作家さんだからね、うんうんうん、だからなんか新書ってそういうなんかこうちょっと硬いものを柔らかくしただけじゃなくて、エッセイみたいなものも一応新書の中に時々あるよね、うん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 、っていう流れで説明すると、うん、あのね、氷上秀弘さんっていう、うん、これはもうニーチェのツラトゥストラの岩波文庫の翻訳をしてる人なんだけど、二人とも後ろの本棚みたいな、そうそうそう。でこの氷上さんのニーチェの顔っていう、ニーチェの顔、そう、ニーチェの顔っていうエッセイがあって、これね、ニーチェの解説とかじゃなくて、ニーチェにまつ